前回シャンカラの富士一元論の大昔なストーリー説明したんですけれども、ブラフマスートラから流出論を排斥したということでうまく説明ができるようになったっていうところの、流出論を排斥したということの意味合いですよね。それがどういうことなのかということが今回やりましょうということだったわけですね。そのためには何が問題なのかということがやはりちゃんとわからないといけませんので、それは「凡が一如」って言葉の意味なんです。アートマンイコールブラフマンっていう言葉の「凡が一如」の「凡」とは何なのか「が」とは何なのかっていう、この言葉の意味が全然定義されていないんですね。三脚哲学をもう一度復習しておきますが、三脚哲学は自己と事象に分けて二元論です。分けます。でプラクリティから展開するんであって、自己はもう何もしないでただの傍観者なんですよね。ここから世界は流出してそこに帰っていくっていうのが宇の哲学ですから、ウダラガのね。そうするとどう考えてもそれブラフマンって言ったらこれになるんですよ。ウダラガの立場で言えばこれがブラフマンなんです。ところがヤージュナ・バリキアっていうのが同時代にいるわけですね。でそれがアートマンっていうことを言い出して、アートマンっていうのは自己である、真の自己であるっていうわけですね。その真の自己イコールブラフマン、すなわち凡が一如っていうのはアートマンとブラフマンの同一性ってことを言い出すわけですね。そうするとブラフマンがこっちになっちゃうわけですよね。で凡が一如っていうのが何を言っているのかっていうのが、実を言うと誰も定義ができないっていうことが問題なんです。